後藤一発根っからぶっとく始まりました。今日はですね、7月1日木曜日です。おはようございます。外は雨、街は雨、雨です。食べると甘い雨ではなくて雨です。はい、嫌になっちゃうね。これ今週いっぱい続くで、絶対。うん、だから梅雨本番来たみたいな。まあだけどさ、そんなんでもやっぱ雨だから今日客来ねえから店閉めますとかやってたんじゃさ、ダメで。やっぱみんなにとってね、あそこのとんかつパンパンのとんかつはめちゃめちゃうまい、雨でも行きたいとか、うん、むしろ雨だったら人が少ねえんじゃねえか、並んだりしてねえんじゃねえか、すぐ食えるからやっぱ雨だから雨でも行っちゃおうみたいな、そういう店にねしようとね、毎日毎日向上心持ってやってますよ。唯一無二、うん、どこにもねえみたいな、うん、な状況を作れればね完璧なんじゃないかなって思ってます。やっぱあれじゃなきゃダメなんだよなって、みんないっぱいあると思うんだよ。やっぱりビールはあの銘柄じゃなきゃダメなんだよなとか、うん、床屋、美容室、やっぱあの人に切ってもらえないとダメなんだよなっつって、うん、値段は地元の方が安いんだけどわざわざ新小屋まで行くとか、そっちの方が高いとしてもやっぱりあの人に量に切ってもらわないとダメなんだよなっつって、うん、そういう風にそういった存在の店を俺は作りたいし、そういう人間にもなりたい。うん、ラーメンとかさ、ラーメン1杯700円っつったってやっぱりあそこで食わねえといけねえんだ、あのラーメンじゃなきゃダメなんだよなっていう、うん、そうなんだよ、あの人に会いたい、うん、すげえ愛感じる店とかめちゃめちゃあるよ。うまい、そしてもう20年以上やってる。なんで？接客最高、すごいよ。俺が行ったラーメン屋とかもう最高すぎちゃってビビっちゃうんだけど、まずその働いてる若おかみ死ぬほど綺麗だからね、めちゃめちゃ綺麗だけど、そんな人が、はい、何ラーメンしますか、はいはい、焼き目おめえ、はい、はい、はい、ずっと待っててくださいとか言われたらムカつくじゃん。すーげー綺麗な人でだけど、あ、何々ラーメンですね、直ちに作ります、少々お待ちくださいとかなんか言っちゃってさ、でお会計の時なんかすごいよマジで。俺が700円のラーメンで、鶴も700円のラーメン、じゃあ2人合わせて1400円じゃん。まあ普通だったらなのかな、会計って別々にするやつとか多いじゃん、いるじゃん、うん、1000円払ってとか、あ、すいません1万円しかないですとかやるんだけど、まあこれをまず俺はまとめた、あ、俺が払います、まとめてください、1400円です、あ、わかりました、で1500円払いました、本当にありがとうございます、お会計まとめていただいて100円のお返しです、ありがとうございます、はぁ、まあ、めちゃめちゃすごくねみたいな。会計をまとめてくれただけでそれだけありがとうありがとうって言われちゃう、最高じゃない。次からもまとめて払いたいよね本当に。で自分一人で行くときだったら1万円とかにもしたくないよね本当に。700円ぴったり出したいとか1000円札用意していこうとか、うん、まあ飲食店行くときはね、俺1000円札絶対持つようにしてるね、絶対に。万札で払うとさ、そこの中にあるそのレジ金のね札束とかが減るわけじゃん、千円札が。それって店にとってはさ、まあ明日銀行行かなきゃいけないとか手間なんだよ。だからそういうのは分かってるから、まあ、絶対そういうふうなことはしない、万札で会計するってことはあんまないんだけど、まあ、コンビニとかいいと思うよ、いくらでもあるから、釣り銭をね用意してるから、で自分の店がないもんだから1万円でコーヒー買って9900円とか、うん、でこの店の中にある釣り銭を用意するとかはいいと思う、コンビニだっていいと思う。だけど1
個人商店とかは、まあ、窓札とかあんま使わない方がいい。本当に。それで、まあ、1500円払って100円をもらって、もうラッキー。もうすげえ。まあ、うまいし、最高だったな。思った時に、最後、鶴が、そのラーメン屋の俺たちテーブルで食ってたんだけど、テーブルを置いてあるタオルで拭き出したの。うわ、こいつとか言って。超点数取り入ってんなと思って。だけど、そこは、誰もそこの店の店員見てなくて、仕方されたんだよね。まあだけど、まあ、やることはやって、うん、まあ、あいつもすげえそういう意味では、そのプレイに出た。机を拭いたってプレイに出たのはレベル高いなと思って。まあ、いいお客さんだよね、本当に。うん、そういった感じでね、いいお客さんになると、なんだろうな、自分の店でもう、あ、そういうの取り組もうって思うんだよね。うん、だから俺もなんかまとめて払ってくれる人とかいたら普通にまとってくれてありがとうございます、釣り線がなかったところなんで助かりますとかね、まあ、こういったことをね、言えるようになる。今商売してる人とか今これを聞いて、俺が一体ラーメン屋行かなくても後藤の YouTube で一発聞いてれば、うん、だこれって細けえけど超大事だから、マジで人としてね、超成長するから、まあ、ぶっとく生きるよ、本当に、この世の中で。そうだね、みんなやっぱ変化にビビりすぎ、うん、うん。で、まあね、去年4月からさ、ずっと毎日更新とかやってたからさ、俺がどんなことをやってたか、俺が超デブってた、それが20キロ痩せたとか、うん、酒120日やめたとか、変化をいっぱいした、筋トレしたとか、走ったで、サッカーに参加したとか、うん、で、お店も増えたとか、うん、そういった中で、変化を俺はめちゃめちゃ楽しんでるし、変化させていかないといけないんだなって。で、その変化させたこと、店とかも増えたとか、で、それがこけたら、あ、バカだって言われるんでしょ。分かってるんだよ。バカだーって言われるの。あいつバカだよって。あんなとこで店開けちゃって、こんな時期にとか言われるんだけど。だけどそれ成功させたらどうする、あいつ天才だよなって言われるんだよ。それがさ、まあまあ楽しくて。で、俺は、なんでもやること、やり抜くのよ。うん。じゃあ、ダイエットします。宣言しますよ。しました。痩せっから、何ヶ月で何キロ絞っからっつってさ、やったじゃん俺、うん、で貫くので、それが1キロとか2キロしか減らないで、いやーダイエット難しかったですっつったらカスなんだ、雑魚なんだ。だけど俺は天才だから、こっちが言ったの、言ったっつって、20キロ成功っつって、うん、その成功体験をいっぱい持ってるやつの話を聞いた方がいいぜ、マジで。で、まあミスることもあるよね、なんかやって、うん、勝負かけて、でミスった時はなんでミスったのかって考えればいいだけの話なの、本当に。うん、で次はそういう事故はなくさないようにしましょうよって、やればそれ成長だからね。うん、でその変化、もう本当俺荒波にこうやって揉まれながら毎日生きてて、でその中でも成功させていくっていうね、こういう状態でいくわけよ。そうするとこうやってコロナとか誰も想像してなかった、マジでやばい荒波が来てもなんとかいけちゃうんだよね。だけどこれをいつもやってないと、この荒波に対応していかないと、何にもないところでコロナが来たらビビって終わりだよ。うん。人の言ってることを聞いて終わりだよ。だけど、この考えるとか、荒波に対して行くよって、こうやっていつも、こうやってトライトライトライって、トラトラトラしてると、
本当にいい方向行くから。マジだよ。じゃあ、本当ね、俺のことを炎上させた奴らとか、うん、ツイッターの奴らとか、変化にビビってるんですよ。いつもの日常とか、いつもと同じルーティン、いつもと同じ時間にあの子の投稿を見て、あの子こうなんだ、へーとか、いつもと同じ時間に見て、都知事がなんか言ってたら、これはおかしいだろーつって、言ってるだけ。何の変化もねえだろ、このクソが。マジで。なんか変わったの、お前。変わってねえだろ。うん。変化にビビって、何にもできないんでしょ？うん。だからお前は今そこなんだ。で、今、俺がこうやってバーって言ってるやつは、もう耳が痛くて聞けないよね。うん、だけどお前なんかに聞いてもらおうと思ってねえんだよ、こっちも。そもそも本当に。だけどそういうやつらもうバットボタン押して終了だよ。いいんだよそれで。まだいるんだみたいな。俺の動画見て、まあ俺の動画内にまだゴキブリいたんだみたいな。ありがとうございますみたいな。はぁ、排除しねえとみたいな。うん、すげえ思ってるよ。うん、だからね、そいつとかは全然生活も何も、なんだろうね、収入も何にも変わってないだろうね。うん。だって変化させてないんだもん、何にも。そのまま、みたいな。現状維持、みたいな。だから俺はそれ嫌だったから、うん。今こうやって、新しい店とか構えてやりますよ。うん。で、今は個人事業主で何店舗か、1,2,3,4,5 とかやってるけど、ある一定、そうだね、年収が3000万ぐらいを見込めるなってなった時には、株式会社にします。うん。それも言うよ。うん。ね？あ、で、株式会社に、あいつ仕上がった。そういえば、何回か前の話で、あいつ、年収が3000万いくぐらいになったらするって言ってたな。とかさ。うん。そういったので、俺は記録としても残したいの、これ。だからこれ、発表会だから、俺の。うん、自分の中では発表会で、みんなの中では結果が知りたいの、みんな。ほんと結果知りたがりじゃん、みんな。だからその結果も出すでよ、絶対出すよ、絶対成功させるよ、天才って言われるよっていうためにも、俺はこの動画を残し続けなきゃいけない、もう言い続けなきゃいけない、もう後に引けないみたいな、もうほんとそんな感じなの。だけどそうやってやっていかないとね、1秒でも現状維持っていうスタイルを取っちゃうと、まああまり楽しい人生は迎えられないんじゃないかなって信じてんの。うん。だからみんなも、まあこれまでね、もう13分とか長い間聞いてくれたんだったら、信じてくれてる人たちだったら、変化を楽しめ。うん、本当にいつも同じ缶ビールじゃなくてさ、うん、今日ちょっと変えてみようかな。なんだっけな。なんかね、イオン系なのかな。なんかバーレアルとかいうビールがあるんだけど、まあ本物偽物で言ったら発泡酒かな。うん、リキュールかもしれない。だけどビールなのよ。缶ビールの味なのよ。で、まあ大手メーカーの350缶、これだったら、まあ、200円するんだよね。だけどそれバーレアル78円とかなの。同じ3号館が。で、その変化も楽しめないとダメなんだよ。何これ？やってるね。78円。うまい。これでいいじゃんってなる。この変化を変えていく。うん。ビール一つにとってもだよ。うん。じゃあ毎日、セブン行って、お惣菜買って帰る。それをね、ローソンに変えてもいいし、立ち飲み屋に変えてみてもいいんだよ。うん。そうやって変化させていくの。毎日変えろとは言わない。うん。毎日変えなくてもいいよ。だけど、見つけたものが良かったら、それは続けていけばいいじゃん。で、それよりも、もっといいものが見つかるかもしれない。うん。そしたらまたそれに飛び乗ればいいじゃん。うん。そういった感じで、ほんとね、現状維持だけはやめろや、みたいな。どんどん突き進めって。俺めちゃめちゃ思う。本当に。それで、この店は、絶対ここに行かねえと、
うまいとんかつは食えねえんだよなって。あっちの方がもしかしたらうまいかもしんないけど、食い終わった後、会計終わった後、店出た後、やっぱここだったなって、今日来てよかったなって思えるようなね、店マジで作るから。でこの後も営業だし、まあ俺一人でやりますよ、うん、ワンオペかましますよ。だけど最高のね、中屋パン粉のパン粉使って配信 SPF 衣に包んで、最高のね、その豚肉にチャンピオンベルト、衣を俺チャンピオンベルトって言ってブワッて、それを巻いて皆さんに提供します。今日もね、最高のね一枚を、あげるために毎日毎日めちゃめちゃ考えてる、いろいろ変化させて、考えてる、それがね、この店がもしか高く評価されるような店になったら、その変化にビビらずやっててよかったんだなって思うし、本当思う。だからみんなね、変化に恐れず唯一無二の自分を作っていこうぜって、今日はそういう回です。そんな感じかな。まあどんどんね、この配信というか更新もどんどん増やしていこうと思うんで、で今ネタがね、今大量にあるんで、それをちょっとばらまいていこうかなと思ってる。最高のネタいっぱい持ってるから、俺ばらまいていこうと思ってます。みんな楽しみに待っててください。5度一発根っからぶっとけ、今日も最高。